カブスキジャケチャンネル。はい、どうもカブスキジャケチャンネルです。今回の動画タイトルはこちら。いよいよ日南秋季キャンプが始まりました。キャンプ初日から紅白戦ということで、そちらの成績を簡単にまとめてみました。またオリックスが気になる情報出ていますので、そちらについても語りたいと思いますので、ぜひ動画最後までご覧ください。このチャンネルではカープに関する動画を多く上げておりますので、カープファンの方やプロ野球ファンの方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは内容に参りましょう。はい、というわけで秋季キャンプが開始ということで、秋季キャンプ初日から紅白戦が行われました。11月3日から始まった日南秋季キャンプですが、新井監督ね、元から実戦形式の練習を多く取り入れると語っていたんですけど、まさかね、初日から紅白戦をね取り入れてくれるとはね思っていなかったなと思います。こういうね実戦形式での練習を通じて、野手の力とか選手の力とかをね見極めるというところもありますし、選手たちもここでね大きく成長してほしいという意図があるのかと思います。でまた黒田アドバイザーも日南の方でねキャンプに参加してまして、もう早速初日からブルペンでアドバイスをあげていました。アドバ投手とか河野投手にねアドバイスを送っていました。でその河野投手のアドバイスの中にはツーシームを伝授していたということで、今シーズンはねあまり使わなかったツーシームを河野投手に伝えているということで、ちょっと河野投手はね決め球といったところがね苦しんでいる状況でもあるので、このツーシームね落ちる球として使えるようになればね、また1段階レベルアップになるんじゃないかなと思いますので、ツーシームの使い手だった黒田さんからねそこをしっかりと教わって使えるようになれば面白いのかなと思います。で初日からいきなり実戦練習の紅白戦が行われたということで、先発はドラ1対決ということで、昨年のドラフト1位斉藤投手と一昨年のドラフト1位黒原投手の両先発の投げ合いでスタートしたというゲームでした。なので初日からね、サバイバルといった感じではないかもしれないんですけど、この秋季キャンプでアピールできた人がね来春のキャンプ1軍スタートも勝ち取れるかと思いますので、そういった点ではもう競争は始まっているということになりますのでね、若手のアピール合戦ということがこれから見られるのかなと思います。気になる先発陣の結果はどうだったのかということでですね、斉藤投手と黒原投手と小林投手の成績をまとめてます。こちらのね成績はですね、ヒロテレさんの YouTube であったりね、あと秋のものがゆくさんのねブログから持ってきているので、詳細はねそちらをね見ていただければいいのかなと思います。で両先発は課題も収穫もあったということでですね、斉藤投手についてはですねコメント残してまして、ここ最近で一番まっすぐの感じが良かったということで、3回を投げて被安打1、フォアボールは2つあったんですけど、3奪三振1失点という内容でしたので、そこまで悪くなかったのかなと思います。でフェニックスリーグではですね、ちょっとまっすぐの球速がね、スピード感の信頼性はわからないんですけど、本人の手応え的にもまっすぐの球威勢いが落ちていたというコメントが残していまして、フォームがねちょっとわからないみたいなコメントがあったんですけど、しっかりねこの秋季キャンプでは初日から152キロ投げ込むことができて、で本人も手応えを感じていますので、そこをしっかりとね課題を改善できていたということは一安心かなと思います。やっぱり斉藤投手はこのまっすぐがね本当に魅力的なピッチャーになりますので、このストレートの力強さといったところはねどんどんアピールしてほしいなと思います。映像が見る限りでは田村選手からこのまっすぐで見逃し三振ね奪っていましたし、あとはねドミニカンのロベルト選手からはこのまっすぐで空振り三振奪うというシーンもありましたので、非常非常にいいボールがねいってるのかと思いますので、またこの秋季キャンプでねこのまっすぐ中心にいいピッチングをねしてほしいと思います。あと課題としては変化球の質といったところはね本人語ってましたので、そこの変化球のクオリティということにも注目ですね。でもう一つの先発黒原投手はですね、非常に良かったですね。5回を投げて3安打、で四死球が0で三振6つ失点1という内容でした。でこの黒原投手ね、この試合なんですけどカットボールをね封印した投球でフォアボールなしということでした。黒原投手といえばカットボールが得意球で、まっすぐとカットボールね中心に組み立てていたんですけど、首脳陣からの提案もありまして、この試合はねあえてカットボール使わないということに挑戦していたようです。そんな中でのね5回投げて無失点1失点6奪三振というのは非常に手応えを感じるピッチングになったのかなと思います。で変化球として他のカーブ、チェンジアップ、スプリットをうまく使ったという中で、本人はスプリットね手応えを感じているのかと思います。
ましたノースリーからスプリットでカウントを整えることができたということを語っていましたし、新井さんもね、まあ、そのフォークと語ってるんですけど、フォークもね、よく投げて抑えていたというコメントを残していました。でカーブやねチェンジアップについてはまだちょっとねボールになる球が多かったと本人ね反省点述べていましたので、まあ、そういったカーブチェンジアップと緩急をね使えるようなボール、そこら辺のクオリティがまた課題になるのかと思います。まあ、こういうね試みができるのはキャンプならではだと思いますし、こういう縛りを与えることで他の変化球がね、改善するということだったり投球の幅が広がると思いますので、非常にいいピッチング、いい機会になったのかなと思います。で最後ね2番手小林投手なんですけども、こちらも3回無失点ということで、まあ、ちょっと詳細の情報はわからないんですけど、まあ、四死球もゼロですし無失点に抑えているというのはね非常にポジティブな材料かと思いますので、まあ、小林投手もローテーション入りに向けて引き続きアピールしてもらいたいと思います。続いて野手陣の成績ですが、注目の打者陣ということで一部の選手についてまとめています。まず田村選手は4打数1安打1三振1本のツーベースを打ったということで、1軍での試合でデッドボールを当たってですね、まあ、離脱していた怪我からの復帰で、まあ、実戦練習という形ではあるんですけど、まあ、そういう試合の中での復帰1試合目になりました。でその試合の中でいきなりライトオーバーのツーベースを放ったということで、まあ、これ映像もありましてね非常にいい打球が、ライナー性でライトの頭を越えていたので、まあ、これぞ田村選手というバッティングが見れましたし、早速ねこういうバッティングが見れたというのはね明るい材料なのかなと思いますので、今年の1軍でもねしっかりと結果を残していましたので、まあ、来シーズンへの飛躍へ向けてこのキャンプ頑張ってもらいたいと思います。で矢野選手は3打数1安打でライトオーバーのスリーベースを放ったということで、まあ、こちらもちょっと映像はなかったんですけど、まあ、得点につながるスリーベースを打って、いいバッティングだったというねコメントもありましたので、まあ、矢野選手もバッティングの方でアピールすることが課題になりますので、まあ、今小園選手がね日本代表行っていないということで、まあ、ショートの壁は厚いんですけど、まあ、バッティングでアピールすることでね、まあ、ショートだけじゃなくてセカンドサードでの機会出場機会も獲得できるかと思うので、バッティングなんとかね頑張ってもらいたいと思います。で久保選手は4打数1安打2三振ということですが、まあ、そのヒットがね唯一のタイムリーヒットということで結果残してます。でセカンドのね守備にもついてフェニックスリーグに続いて挑戦しているという中で、まあ、エラーはねあったようなんですけど、まあ、ダブルプレーも3つ取るというふうにね、まあ、セカンドこのフェニックスリーグから挑戦してまだね1ヶ月ぐらいしか経ってないんですけど、まあ、その中でしっかりとこなせているというのはいいのかなと思います。まあ、学生時代高校生までやっていたというのはあるかもしれないんですけど、まあ、すぐ馴染めるといったところは守備のセンスがあるのかと思いますので、まあ、ちょっと大変だとは思うんですけど、バッティングの方でもね結果を残せればいいのかと思います。で気になるねドミニカン3選手、ラミレス選手、バスケス選手、ロベルト選手はいずれもヒットが生まれず、でロベルト選手は4打数3三振という中で、まあ、こちら1個映像があったのがね斉藤投手の外のまっすぐに空振り三振するというシーンがありまして、まあ、ちょっとあれもねボール球だったと思うんですけど、ついつい手が出ちゃっていたという感じだと思いますので、まあ、まだこれからねこういう実戦をね日本で積む中で対応していく必要があるのかと思いますので、まあ、これからに期待ということでしょう。で初日の打線は低調気味だったかなということで、まあ、両チームね1得点ずつに終わって1対1の引き分けというゲームでした。で田村選手ねコメントを残していまして、しっかり捉えるところは捉えられたがノアと満塁で手が出なかったということで、まあ、ノアと満塁のねチャンスがあったんですけど、斉藤投手のまっすぐに見逃し三振してしまったということでですね、まあそこでねしっかりと手を出してタイムリー打てるようなねバッターになってほしいのかなと思いますので、まあ、こういうふうにしっかりと反省できているのはいいのかと思います。まあ、まだまだ伸びると思いますので、ね、期待してみていきたいと思います。でドミニカの3選手はいずれもノーヒットで、みんなね三振1つずつ少なくともあるということで、まあ、本当に今後の実戦形式の、ね、練習に期待になるのかと思いますね。バスケス選手なんかはねバットコントロールにね定評がある選手なので、まあ、慣れれば打ってくるんじゃないかなと思いますし、ラミレス選手ロベルト選手もね体格が大きくて一発があるのかと思いますので、まあ、その分三振も多くなりそうな気はするんですけど、まあ、その長打力といったところでアピールがねできて、くればいいのかなと思いますので、こういう実戦形式がねこのキャンプ多いということが予想されますので注目して見ていきましょう。
はい、で最後はね、西川選手についてですが、オリックスが動き出したということで、オリックスが国内FA権を取得している広島の西川龍馬外野手を本格調査していることがいつか分かったということで、日本シリーズが終わった直後ですね、この報道が出たということで、ついに出たかという感じですね。これまではソフトバンクが注目しているというね報道はあったんですけど、ここに来てオリックスが初めて名前が上がったということで、かねてより西川選手はオリックスファン、オリックスが好きなんじゃないかなということもあって、オリックス移籍がねささやかれていたんですけど、その本命と言われるオリックスがついに動き出したということが正式にね報じられましたので、いよいよだなと思いました。で、カープの鈴木球団本部長は、いつでも球団事務所にいるからと伝えていると。聞きたいことがあればいつでも来てくれればというふうに語っていました。で、同じね、記事の中で、10月下旬にはね、新井さんとも直接会って、来シーズン優勝するためには必要な戦力と残留をね、望まれたということもありました。で、これに加えてカープはね、年俸の大幅アップだったり、複数年契約も提示されているということがね、報じられてますので、愛着のあるカープ、新井さんの下で、来年もプレーするのか、それともね新天地に行って挑戦するのかということでね、今悩んでいるのかなと思うんですけど、やっぱねカープファンとしては、来シーズンもね西川選手に残留してもらって、チームの中軸として優勝日本一へね導いてもらいたいなと思いますので、本人のね獲得した権利なので、本人の意見を尊重するということにはねなりますが、なんとか残ってくれよと思っています。正直ちょっとオリックス移籍はねほぼないのかな、薄いのかな、単なる噂レベルかなと思ってたんですけど、手を挙げたということで、ここから勝負になるのかなと思いますので、カープもなんとかね全身全霊で引き止めに頑張ってもらいたいと思いますので、引き続き西川選手の動向に注目していきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。秋季キャンプ初日から紅白戦という非常に面白い試みが始まりました。来春のキャンプ1軍スタートへ向けてのサバイバルということにもなりますので、注目していきましょう。西川選手の動向にも注目です。このチャンネルの登録がまだの方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではカープの勝利を祈りまして、ガガガガガムシャラカープ頑張れ。